上がコントロールしていきます。高い位置から当たっていくのは月野。村上が行く。このスピード、まずは山形が先制です。村上が一旦落ち着けます。ポリフィールド外に出して村上のスリーです。ここはリングに嫌われる。ただオフェンスリバウンド、スーッと出てくるクラムコルに預けてコーナーです。月野から合わせのボール、ここは通りません。さあ速攻、白戸大成が行く。白戸のここはイージーバスケットになりました。再逆転は岩手です。さあそしてベル、ケルビン・マーティンを置き去りにしてコーナー、工藤1本目決めていく。ここまでは山形が得意のこのアウトサイドからの攻撃で得点を伸ばしています。さあそしてここでバッターベルです。そして白戸大成、村上と渡ってここも3、連続で3を重ねていったという山形です。白戸大成からベル、ジェームズベル、非常にパワーがある。ここはエンドワン、ジェームズベルが今日の試合見せます。いい入りを見せているのは山形です。ジェームズベル、あ、おしゃれなパス、そしてコーナーから工藤、工藤今日2本目です。3リバウンドの部分で活躍はしたんですけれども、1試合連続でファールアウトというところでした。さあこのフィンケの3も決まっています。今日1本目、斉藤からフィンケ、そして岡島、岡島からフィンケ、トップの位置から打っていく。ここはスイッシュで決めていきました。白戸から岡島、岡島のスピード、あー、ここも決めていく。時間のチャンスです。ホリフィールド手につかない。ここはなんとかキープしていきます。2人がかりでいく岩手、かいくぐった。最後は工藤、ねじ込みました。白戸、ここはディープスリー、難しい体勢で打っていく。これがパスになりまして、最後は34番工藤が沈めていきました。さあ月野が運ぶ、プッシュしていく、ピックを使って回り込む。ここはブロックショット、最後はホリフィールドです。スイッチしてミスマッチがある。ベルからバウンスパス、白戸、後藤がついていく。白戸です、出しどころがない。村上、ここはワイドオープン、3沈めていきました。これが山形第3クォーター最初の得点です。スイッチしてミスマッチがある。ベルからバウンスパス、白戸、後藤がついていく。白戸です、出しどころがない。村上、ここはワイドオープン、3沈めていきました。これが山形第3クォーター最初の得点です。岡島からベル、叩いていこうかという後藤の仕草もありました。さあそしてベルの3が決まった。少しずつではありますけれども、山形がリズムを掴んできている印象です。ベルがアタックしていってエンドワン、シュートの前にファールがあったという判定です。そしてここは阿部です。ショットクロック5秒、エルボーから打っていく。スイッシュで決めました。山形が見せたい、得点を伸ばしたい。阿部、阿部流星からフィンケ、フィンケのスリー、おっとここは決めました。いいわけ、フィンケからアダムスのスリー、きた。さあ60点台に乗せた山形、月野がついていく。ベルからキックアウト、エクストラパス、もう一度白戸のスリーです。ここは決めていきました。2本目は外れます。ただリバウンド拾ったのは山形、ウイングからスリー決まった。工藤2点差、また縮めてきました山形です。今シーズンはベル対後藤、ミスマッチが起こっている。左のコーナー来た、工藤逆転、山形がここで追い越しました。山形ここで決めれば大きな得点になる。ベルがアタックしていく、沈めていく。74対71、もう追い抜いていきます。こういうところでチームの中心ベルが見せました。